久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。 俺は何を話してるんだ。さあ、行こうか。セフィロスのおふくろさんの名前がジェノバ。 ソルジャーってあなた？ああ、俺ソルジャーのザックス。ファーストね、ファースト。ふーんって。ソルジャークラスファーストってたくさんいるの？少数精鋭だな。今回は2人だけ？うん、俺とセフィロス。 変な子。魔鉱炉への出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。見張りは一人でいいから。 お前たちも休んでおけよ。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。ニブルヘイムか。 何を見ている？この風景、俺は知ってるような気がする。ティファー、あんたがガイド？そういうこと。はい、撮りますよ。 この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。離れとけ。起きたら食われちまうぞ。そいつ気絶してるだけだから。使うと汚れる、欠ける、すり減る。 だから峰打ちにしてるんだ。私も中へ行く。見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。神羅の企業秘密でいっぱいだからな。でもお嬢さんを守ってやりな。
ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザックス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？お前たち普通のソルジャーは魔法を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかし、こいつらは何だ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔法に浸されている。これがモンスター。モンスターを生み出したのはシンラカンパニーの北条だ。魔法のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？おいセフィラス、同じだというのか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか？残念だな。お前はモンスターだ。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか。この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ？ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験のな。哀れなセフィロス。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェネシス、やめろ！ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S
失敗した数多のプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる？お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない。つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く。贈り物とともに。待て！ちゃんと鍛えたんだろうな。レベルアップしたし楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。さあ、先月のお前のデータだ。よっしゃ、覚悟しろ先月の俺。ありゃー、まるで成長してないか。訓練中止。一度セフィロスにでも預けてみるか。の誇りを見せてみろ。見逃すなよ。おっしゃ。この人、私をかばって。分かってる、ティファ、俺から離れるなよ。Activating combat mode. Agatte koe!
Conflict resolved. Osha! Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. セフィロス、どこへ行ったんだ。何があったの。ごめん、言えない。でしょうね。セフィロスのことは村の人たちに聞いてみるわ。ありがとう、ディヴァ。
ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス、ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ。わかんね。わかってたつもりだったけど。はあ、そういやお前、ティファとは知り合い？まあね。話したのか？いや。なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか？俺なんかさ、俺はソルジャーだから、戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる？敵は誰だ？んなことはどうでもいいんだよ！なあザックス、その剣すごいよな。憧れるよ。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。金よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！とりあえず、寝る！神羅屋敷にいるみたい。あのでかい屋敷のこと？あ、そう。昔から神羅のものなの。お？もしもーし。アリス。なあ、悪いけど今取り込み中なんだ。後で電話する。ううん、しなくていいから。分かった、会いに行く。待ってる。うん、約束だ。アリス、もうちょっとだからね。Activating combat mode. スキにやらせる。逃がす。
resolved. おっしゃセフィロスさんは2階の右の部屋らしい。開かないな。もアクティベイティングコンバットモードコンプリートリゾルト。あかアクティベイティングコンバットモードコンプリートリゾルト。Conflict resolved. Osha! Activating combat mode. Conflict resolved. Ark. Activating combat mode. Conflict resolved.誰だ？熟睡かよ。そっとしておいた方が良さそう。Activating combat mode. Conflict resolved. 決まった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認、マコーロ1号機使用許可。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト、これは偶然なのか？ガスト博士、どうして教えてくれなかった？どうして死んだ？一人にし それ以降、
セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取りつかれたかのように書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。セフィロス、今迎えに行くよ。ひどすぎる。セフィロスにやられたんだな。嫌い、シンラもソルジャーもあなたも。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。
母さん。セフィロス！なぜ村人たちを殺した？なぜティファを傷つけた？答えろセフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識でこの星の支配者になるはずだった。けどあいつらが、何の取り柄もないあいつらが母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで、俺と一緒に行こう。やっと会えたね、母さん。セフィロス、あんたどうしちまったんだよ。セフィロス、信頼してたのに。ここは俺に任せて、セフィロスは先に行ってくれ。何か言ったか？先を急ぐぞ。
よ。本気を出せ。これならどうだ。いや、お前はもう俺の知ってるセフィロスじゃない。俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。Yeah!
resolved. お前ごときにクラウド、セフィロスにとどめを。クラウド、よくやった。この男が面白い、実に面白い。新たなサンプルに使えるな。